死ぬ前にひれ伏しなさい。行くぞ。今日こそ清盛を討ち、邪法を砕くのだ。待て、馬上殿。西方に妖魔に襲われている一団がいる。彼らを救わずに義をなしたとは言えまい。では私たちが救援に参りましょう。孫権様、どちらに？ウキキン。悪いね、お前のお仲間みんな俺の言いなりなのよ。そんな、お願いみんな、目を覚まして。ここは俺に任せて、先に逃げな。でも大丈夫だ、必ず追いつく。小牧長久手でもそうだっただろここでしんがりを買って出るかよ、色男だね。猿に言われても嬉しかねえな。妖術が奏で不気味な旋律を感じます。急ぎ向かいましょう。進め。メス。ここは走れよ。
丈夫です。それよりも私を逃がすためにとどまった方もいるのです。どうか救いの手をお貸しください。不穏な旋律を感じます。間に合うでしょうか。よし、身は果たされた。いざ野砲を打ち破らん。だから泣くなよ、聖女さん。その素敵な笑顔のまま前に進め。やあな、ヒロ男、楽しかったぜ。さて、次の獲物を探しに行くか。おしつこい。なのに前回と同じ期待をしてしまった。私はなんて、私の仲間を解放してもらいます。おかしいな、やっぱお前には術がかからねえの。よっぽど石頭なのかね。人の心をもてあそぶ邪法、これ以上許すわけにはいきません。今日こそ悪行の報いを受けてもらいます。そんなに俺と遊びたいのか。いいぜ、来な。ありがとうございます。救われました。ありがとうございます。救われました。押し疲れた。押し疲れた。全開で行くぜ。
遊びすぎちまったか。一時退散だ。また来るぜ。ああ、どうしたらみんなを正気に戻せるの。術者である孫悟空を倒せばきっと希望を持って戦い抜きましょう。はい、待っていて、みんな。人間どもを叩き潰せばよいのですな。少子、この程度の軍勢でこれは止められん。私の知略に勝てんと思いか。このご恩義必ず報じましょうぞ。覚悟しやがれ、ひとひねりにしてやるぜ。本番だ。ダメ、これ以上はやらせない。今度こそ仲間を解放してもらいます。お前が相手か。ちょうどいいぜ。なんで術にかからねえのか調べてやる。お、よくここまで追ってきたな。いいぜ、相手をしてやるよ。メス。敵将打ち取った。
熱す。おっ、よくここまで追ってきたな。いいぜ、相手をしてやるよ。やんちゃな風め、表情という枷を失い次に吹き荒れるか。風は何者にも縛られ、ただ戦場を吹き荒れる。しまった。全開で行くぜ。盛り上がってきたぜ。さあ、俺と勝負だ。覚悟しろ。しまった。すまねえ、おっさん。腰使う。ここは、俺は何をやっていたんだ。みんな元に戻ったのね。よかった。押し付けた。
邪魔する者は斬る。邪魔をするな。神幕の邪報を俺が立つ。貴様はここで口当てろ。私を切れ。恩義は切らず、縛られた心を切るのみ。清盛様のために。関羽殿、目を覚まされよ。Yeah!
やっはっは。人の心を見て遊ぶあなただけは許せない。よかった、勝てたようだな。